皆様こんにちは、こんばんは。はーい。あ、携帯がね、アップしすぎるんで話してくださいって。でん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 。はい。こちらね、昼間食べに行ったんですけど、ケーキが食べきれなくて、テイクアウトしたやつですね。はーい。こちらも、これ相方の。ね。こっちは、ベリーベリーチーズタルト。ね。いちごも乗ってますね。このハート。ハートマークが得意ですね。どこだっけな。あれ。桃子ハウス。で、これが、ね、人気の生キャラメルのベイクドチーズタルトです。私が頼みました。とてもとてもね、お料理がね、ボリュームたくさんだったんで、お腹いっぱいになっちゃって、最後のケーキが入りませんでした。はい。いただきます。はい。クリームと生キャラメルとね、スポンジ美味しそうです。はい、いただきまーす。あ、生キャラメルがね、甘いのかなと思ったらね、最初に酸味が来ましたね。この酸味は何なんだろう。もう一回。あ、美味しい美味しい。大人の味なんだね。意外とこれ見ると甘い感じがするんですけど、生キャラメル？一番上のこれ、かかってんのとか、中間に入ってんのかな？結構甘くないです。もう一回いただきます。うん、うん。キャラメルの風味がして、そんなに甘ったるくないです。うん、甘くないわ。で、結構この生クリームもさっぱりしてね、コテコテしてないです。あら、意外とさっぱりなんだ、この見た目と違って。はい。じゃ、こっちはもっとさっぱりするかな？ベリーベリーチーズタルト。はい、チーズタルトいただきます。このままいただいちゃうか。あ、落っこちゃった。ベリーベリーチーズタルト。ベリーベリーって何が入ってるんでしょうね。ブルーベリーとかね、クランベリーとかね、3種類ぐらい入ってるんですかね。いただきます。こちらもね、うん、酸味があって、甘みが、ほんのりときますね。なんかケーキっていうより、フルーツタルト？うん、まあ、ベリベリタルトだから。ケーキとか甘ったるくて脂っこいかなと思ったんですけど、結構そうでもないです。これはね、相方の一口もらったんでね、これは食べません。いちごもね、自分のところも食べます。あ、これ半分なんだね。あ、食べづらい。携帯片手で持ってるから。はい、いちごもいただきます。はい。うん。うん。いちご爽やかです。はい、美味しいです。実は、ケーキだけじゃなくて、今日はね、スイーツがね、集まっちゃったんです。説明しますね。ちょっと食べた後汚いですけど、すいません。はい、これどちらも美味しいです。結構甘くないです。はい。はーい、どら焼き。これはね、茨城県つくば市の吉沼っていうところの宝州屋っていうところのね、有名なね、どら焼きです。これ生どら焼き。これね、美味しいんですよ。はい。いただきます。ケーキとどら焼き。はい。これ生どらって言って、このあんこがね、あんこと生クリームかなが一緒になっててね、美味しいんですよ。はい。いただきます。うん。あ、うん。こっちの方が甘い。ケーキより甘い、こっちの方が。うん。でもね、そんなにしつこい甘さじゃなくて、あんこと砂糖とクリームがね、うん、ハーモニーを奏でてます。はい。美味しいです。はい。はい。で、これ最後ね。はい。これ、プレーンタイプのね、シフォンケーキ。これすごいんですよ。あ、垂れちゃったな、これにね。これ。はい。下妻卵の、あ、ちょっとこぼれちゃった、これ。
下妻たまごのシフォンケーキ、国産原料使用、無添加、あ、添加物無添加。はい。これはね、自然に近い環境でのびのびと育った健康な鶏から生まれた卵を使用しています。はい。こんな感じでね、今日見てきました。買いに行きました。松崎養鶏者。松崎さんっていう人がね、自然に卵を育ててます。で、シフォンケーキ作ってますね。ここにいろいろ書いてありますから。ね。卵屋のこだわりシフォン。大地の上でのびのびと自然に近い環境と、毎朝手作りの薬剤添加物などを一切使用しない、 100% 国産原料の安全な餌で育てた健康な鶏の卵で作りました。原料素材にこだわり、体に優しい精製度の低い材料を使用しております。国産小麦粉、全粒粉、黒糖など、また保存料など添加物は一切使用しておりません。はい。高志下妻市高斎っていうところのね、うん、松崎さんのところで作ってます。はい。で、おろしてるところはね、ここ、つくばのワクワク広場ララガーデンつくば店。ね。で、ワクワク広場つくばクレオスクエアキュート店。はい。で、道の駅下妻にあります。はい。卵屋さんなんでね、卵もおろしてます。はい。まあ、一通り説明終わったところでね、シフォンケーキいただいてみましょう。昼間ちょっとかじったんですけどね、これ。はい。撮影のためにまた開けました。はい、いただきます。うん。うん。もちもちしてる。うん、美味しいです。自然の甘みで。確かこれにね、いろんな種類があるんですよ。これプレーンタイプね。チョコチップとか、なんかね、紅茶のシフォンケーキとか、いろいろあるんですね。はい、ホームページあると思うんで、そこ見ればわかるかなと思うんですが、もちもちしてて、うん、後味すっきり。これだけでも、自然な甘さでいけますね。でも、生クリームつけてくださいって言うとね、つけてくれるんですよ。その生クリームもこだわった原料なんで、美味しいです。生クリームつけて食べたことありますけど、はい。チョコも美味しかったな。5種類か4種類、抹茶もあるし、確か4、5種類、6種類、うん、忘れちゃったけど、ありますね。はい。はい。で、卵屋さんのね、あと一個これ。これ。松崎養鶏者。こんな感じでしたよ。オス一匹いて、周りがずっとメスでね、自然でのびのびと。うん、鶏舎の中に入ってるんだけど、ちゃんと囲ってあるんだけど、下がちゃんと土でね、うん、自然のもので、なんか、のびのびと育ってました。体にいいものいっぱい食べて、外で運動して仲間と遊んで、美味しい卵が生まれます。はい。放し飼い有精卵です。はい。薬は使ってませんね。自然ですね。あ、ちょっと風が。このケーキはね、桃子ハウスのケーキなんで、全部完璧自然かどうかはわかりません。美味しいですけど。ここの卵もね、すっごい美味しいんですよ。はい。いろいろ書いてありますから。ね。餌について外国産の輸入穀物はね、いろいろ使ってまないってね。うん。卵の特徴。ビタミン類は一般の卵の3、4番含まれておるって。含まれているって。ね。やっぱ鶏も健康にこういうふうに育てばね、卵も健康なんでしょうね。はい。ここもね、ララガーデンつくば店と、うん、クレオ、うん、スクエアキュート店と、道の駅に下妻におろしてますね。他にもいろいろレストランとかお菓子屋さんとかおろしてるみたいですね、卵ね。卵も美味しいです。手でつまんで破れない卵ですね。はい。コマーシャル終わり。はい。ご紹介でした。はーい。今日はね、なんかスイーツ3種類集まっちゃったんですよ。なんか自然と。はい。いただきまーす。